逐次一貫性、順次整合性、逐次整合性は平行プログラミングにおける一貫性モデルの一種である。どのような実行結果もすべてのプロセッサがある順序で逐次的に実行した結果と等しく、かつ個々のプロセッサの処理順序がプログラムで指定された通りであることと定義されている。この記述を理解するためには同一プロセッサ内でのプログラムの実行順序は プログラムの順序と同じであるが、プロセッサー間でのプログラムの実行順序は未定義であることを理解する必要がある。以下の例では、プロセッサー1、A1 ラン、B1 ラン、C1 ラン。プロセッサー2、A2 ラン、B2 ラン。時間。A1、B1、C1 の実行順序は維持される。つまり、A1 は B1 の前、B1 は C1 の前に実行される。 A2 と B2 についても同様である。しかしプロセッサ間の実行順序は未定義であるため B2 が C1 の前または後に実行される可能性がある概念的には単一のグローバルメモリと任意のプロセッサを任意の時間ステップでメモリに接続するスイッチが存在する。各プロセッサはプログラム順にメモリ操作を行いスイッチは 全てのメモリ操作間のグローバルな直列化を行う。同じメモリー部分に対する書き込み操作が全ての濃度において同じ順序で観測されるならば、たとえその順序が実際に操作が行われた時間順序とは異なっていたとしても、そのシステムでは蓄次一貫性が保証される。蓄次一貫性は厳密な一貫性よりも緩やかな一貫性、モデルである。レスリー・ランパート。 How to make a multi-processor multi、e、c o m p u t e r that c o r r e c t l y executes multi-process programs.IEEE Trans Compat c 2 8 9 690から691ありがとうございます。